いや、ここ結婚式の会場着いたんですけど、もうものすごく広くって、もう向こうのね、着いたての向こうまであるんですけど、しかもこのクレーンね、クレーンもそうだし、しかも、うん、これどこで歌ったらいいんでしょうか。これは最先端どこで歌うのか、すごいことになってますよ。これこっちも全部そうだしね。もうね、あの本番前に普通新郎新婦って絶対姿見せないじゃないですか。今リハーサルを普通にみんなの前でやってるんですよ。もうね、もうほとんど席埋まってるんですよね。でも新郎新婦は普通にもうここでリハーサルしてます。これはもう国民性ですね。僕もどのように登場するのか全く説明されてないので非常に不安ではあるんですけど、そもそもマイクがあるのかどうかもわからない。何も音響も今ね、マイクが低い状態なんで、そうじゃないかできないですね。かといって生で歌っても全然騒がしいので聞こえない。正直この状態は辛いです。也是要为您特别介绍新郎的朋友，来自于日本的职业歌手 Masa， 让他带来一份祝福送给我们的新郎，送给现场所有的来宾。让我们掌声有请 Masa， 有请。ラーメン屋さんに連れてきてくれました。わお、すごいです。あのブロッケンマンがラーメンマンにラーメンにされる時のイメージですね。見事。
来ました。これが初めて本場の中国ラーメン、初めて食べます。さあ、いよいよ万里の長城の入り口ですけれども、もうやっぱ世界的な名所だけあって、もう世界中から観光客がやってきています。そしてこのなんかね、中国的な並び、バーガーキングがある。そうですね。え、まあ新しいね。え、すごい、万里の長城にバーガーキングがあります。へい、すごいです。ここをコウ君が連れてきてくれました。やった、念願の万里の長城。もうね、なんていうのか、もう海外向けのお店が多いので、多国籍です。本当にここはすごいね。お金のためにね。やはりお金は一番で大きいね。そう、勉強するの理由。そうだね。勉強する理由がお金のためということで、まさに世界共通だと思います、これは。勉強するためには英語も喋れるようにならなきゃいけない。うん、そしてもうね、Wi-Fi、バリの中心に Wi-Fi があるという。どういうことなんでしょう。いや、さあ、これはなんか入り口って書いてますけどね。はい、どこへ。さて、万里の長城直行便、バスに乗り込みました。バスの中の人種もですね、もう様々です。これが楽しい。さて、バスを降りました。バスを降りて、これ現在地かな。そう、今ここです。今ここね、うん、これからこの有名な、うわー、これこういう、すごい、うん、で、ロープウェイ乗って、あー、すごい楽しみ。とうとう見ました、万里の長城。あれが来てきました。初めて人生初、万里の長城です。すごいです。うわー、いよいよこれが万里の長城。あっちの方にもあります。すごい、映画で見た世界。いよいよ、夢だね、本当に。いよいよ、万里の長城へと向かっております。すごい！うわ、とうとう来ました。来たー！くわー！すごい！これが、うわ、素晴らしい。コウ君も初めて。そうですね。すごい。初めてです。素晴らしい。で、いよいよこの万里の長城へ初めて入りたいと思います。行きましょう。ありがとうございます。行きます。いや、万里の長城へ。大丈夫。今。行きます。さあ、並んでますね。いよいよです。いよいよ入ります。来た、来ました、万里の長城へ。イエス、長城ですよ。